こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も担当者の茶掛の前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから、後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は、実徳です。寒山は、おのずから寒山、実徳は、おのずから実徳。寒山はもとより寒山であり、実徳はもとより実徳である。寒山も実徳も僧侶の名前。禅画では、寒山は景観を開き、実徳は宝器を持っている姿として描かれている場合が多い。今から実徳を書いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。